先ほど自分のチャンネル、あ、自分のチャンネルというかこのチャンネル、八角部屋のチャンネルパッと見に行ったら、はいはい、ブルマおじさんの動画が1000回行ってました。おおまさかね、あんなしょうもないどうでもいい話が1000回行くとは思ってなかったっすね。あれっていうことは記念でブルマおじさんがゲストに来たりは来るか。はい、ですよね。どうやって呼ぶねん、ブルマおじさん。いやほら、俺って来るかもしれない。怖いわ、俺さすがにあの人が来たら怖いわ、俺でも。そら見た目結構筋肉ついてて背も割と高い、俺でも怖いわ、あの人が来たら。そんなことはなく、まあね、はいはい、まあ、ブルマおじさんは、他の池上彰とかエヴァンゲリオンとかと違って、完全オリジナル話なんでね。まあブルマおじさんという人はいるものの、うん、話としては完全にオリジナルなんで、なんかエヴァンゲリオンのパワーとか池上彰のパワーとかそういうのがなく1000回行ったというのが、まあブルマおじさんという言葉自体のパワーもあんのかもしれんけどな。それにしてもまあオリジナルの話なんで嬉しいです。でしょうね、声がウキウキしてるもん。またそういうしょうもない話で、うん、再生が伸びたらいいなと思ってしょうもない話を続けていく。はい、以上です。はい。